水上ダムは、長野県松本市、信濃川水系水上沢川に建設されたダム。高さ38メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定自水、上水道を目的とする、長野県営の多目的ダムである。ダム湖の名はそよぎ湖という。松本市北東部の滋賀地域を流れる海田川沿岸では、 古くから河川水を考え用水として利用していたが、この地域は、降雨が、比較的少ないことから、水不足に悩まされていた。渇水に備えて何個か、ため池を用意していたが、根本的な解決には至っていない状態であった。また、ひとたび、大雨が降れば急旬な地形から、大水が河川を一気に流れ下り、しばしば洪水による被害をもたらした。 海田川では1952年から河川改修を行っていたが、1959年台風7号や1961年伊勢湾台風など繰り返される災害に対し、地元では抜本的対策を求める声が上がった。長野県は海田川の治水、利水策として支流の水上沢川にダム建設を計画。1987年度より、 予備調査をはじめ、1988年着工、2000年に完成した。高水流量16立方メートル毎秒のうち13立方メートル毎秒の洪水調節と、既存の用水路の安定化、河川環境保全、さらに、滋賀地区の浄水道用水として、約6300人に1日当たり300立方メートルを供給する。総事業費は125億円。 保証については4.7ヘクタールの用地を取得したのみで、家屋移転はなかった。ダム子の名は地元住民アンケートにより、そよぎ湖に決定した。そよぎは、当地に見られる植物のそよごのことで、榊に似て真事に用いられる。地図、ありがとうございます。